こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。子どもたちが大きく成長することができる運動会、大勢の前で自分の持っている力を発揮しようとすることは、子どもの心を一回りも二回りも成長させてくれます。成長のためには子どもたち自身が考えて動くことも大切です。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた、子どもたちが主体的に取り組む運動会にするための4つのポイントをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。子どもたちが主体的に取り組む運動会にするための1つ目のポイントは、目当てを立てて意識づけ。運動会の練習が始まるまでに子どもたち一人一人に目当てを立てさせましょう。ただ単に運動会本番で頑張りたいということを考えさせるのではなく、練習から本番の過程を通して自分が頑張ろうと思っていることを具体的な言葉で目当てとして立てさせます。また目当てを子どもたちに考えさせる際には、自分ごとになるようにと伝えます。僕、私を主語にすることで、一人一人が運動会に主体的、意欲的に取り組むようになるそうです。このような手立てを講じることで、目当てが僕は努力し続けることを頑張る、私は悔いが残らないように練習から全力で取り組むといった具体的な姿で書き綴られるようになります。さらに先生からは、子どもたちに見ている人たちは一人一人が努力してきた姿、一生懸命取り組んでいる姿に感動すると伝え、意欲を後押ししてあげられるといいですね。自分が頑張ることで、その姿を見た人にも感動をもたらすことができるということを知ることが、運動会後の学校生活にも生かされます。2つ目のポイントは、友達と関わることで意欲づけ。団体演技の指導が始まると、先生が前に立って指導し続けるということがあるかと思います。投稿者の先生は、子どもたちに意欲を持って練習してもらうためにグループワークを取り入れているそうです。先生から、この技はこうしてこうするとできるよと全て教え切ってしまうのではなく、こんな技をしますとだけ言ってお手本を見せ、あとは子どもに託します。すると子どもたちは、こうかな、できてる、とお互いの技を確認するようになります。技の習得の過程で生まれてくる思考や仲間との関わりは大切なものですね。子どもたちが自分たちの力で習得した技に対する喜びは格別、次も頑張ろうと思えるようになります。子どもたち同士が関わる場面を練習の中に積極的に作ってあげましょう。3つ目のポイントは、当日は最後の意欲づけ。当日まで一生懸命に取り組んできた子どもたち、自信を持って演技ができるように送り出してあげましょう。ここまでよく頑張りましたね、みんなの一生懸命はきっと見ている人たちに伝わるよ、など先生から発される言葉で伝えることは、子どもたちにとってももちろん嬉しくなり、意欲が高まることにつながります。それ以外にも、手紙、学級通信や黒板メッセージなど残る言葉は、子どもたちに格別な思いを抱かせます。このようなメッセージで、自分ができる残る言葉で自信を持たせてみてはいかがでしょうか。投稿者の先生によると、先生の中には、子どもたち一人一人に手紙を書き、子どもたちが教室に入ってくるまでに机の上に置いていたという方もいらっしゃったそうです。朝一番、子どもたちは手紙を発見し、何度も何度も読み返していたそうです。残る言葉で子どもたちに自信をつけさせてあげてみてはいかがでしょうか。4つ目のポイントは、子どもたちの姿を目に焼き付ける。運動会終了後の教室では、達成感や満足感でいっぱいの子どもたちの姿をしっかりと自分の目に焼き付けましょう。子どもたちのその姿が、先生方の仕事に対する主体性を育むことにつながるとのことでした。今回は、子どもたちが主体的に取り組む運動会にするための4つのポイントをご紹介しました。運動会を終えて教室に帰ってきた子どもたちが達成感でいっぱいになるよう、ぜひ実践してみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。